今回はキャンディーを作ってみました。編み地はこの真ん中の丸の部分の一つだけで、両端の部分は後で丸の部分に縫い付ける感じです。可愛いのでぜひ作ってみてください。材料はピッコロの毛糸、かぎ針は3号から4号です。編み図についてです。編み図は見にくいので表にしています。記号はこの通りです。1段目から表に沿って編んでいきます。立ち上がりの鎖編みは省略しています。例えば5段目だと 3XV×6 となりますが、この場合は細編みを3つ増し目を6回繰り返すということです。今までたくさんの方に食べ物編みぐるみを作っていただきありがとうございます。皆さんが作った作品を共有できたらいいなと思うので、概要欄の URL から作品投稿ページに飛んでいただき、編んだ作品の写真を投稿していただきたいです。投稿していただいた作品はこのようにホームページで紹介したり、今後は YouTube のコミュニティにも投稿したいと思っています。ぜひお気軽に投稿してみてください。では作り方を説明していきます。左手の人差し指にこのように糸をかけて、中指と親指で糸端を持ちます。かぎ針を裏から糸に当てて回転させます。輪の中を通して糸端を引いて引き締めます。この次の目からが1目目となり、鎖編みを15個作っていきます。15目作れたところです。立ち上がりの鎖編みを1目編んで、立ち上がりの目を飛ばした次の目の上の半目に針を入れて細編みを編んでいきます。細編みは増減なしで1段目と同じく15目編んでいきます。15目編み終えたところです。次は3段目です。立ち上がりの鎖編みを編んだら、最初は減らし目になります。減らし目は針を入れて糸を引き抜いたら、そのまま隣の目にも針を入れて糸を引き抜き、3ループ同時に糸を引き抜きます。12目細編みを編んでいきます。最後は増やし目です。減らし目、細編み、増やし目、増やし目、細編み、減らし目の順番で編んでいきます。Thank you.
12目編み終えたところです。次は増やし目になるので1目に対して細編みを2つ入れていきます。ただ4段目からは色が変わるので最後の細編みのここで一旦止めて次の色の毛糸を左手で持ちます。かぎ針で糸を引っ張って最後の細編みを新しい毛糸で行います。立ち上がりの鎖編み1目、次は4段目です。増し目から始めていきます。編み端の毛糸はこのように編み包んでいくといいと思います。増し目を編んだら12目細編み、最後に減らし目です。減らし目を編みました。立ち上がりの鎖目1目編んだら次は5段目です。まず減らし目を編んで次は細編みを12個編んでいきます。片側を減らし目で減らしたり増やしたりすることで編み地が、ひし形みたいな形になっていくと思います。次は増やし目です。最後の目が多分ちょっと針が入れにくいと思うのでマーカーとかしておくといいかもしれないです。最後の細編みを編んだらこの編み端のこの毛糸で糸を引っ掛けて細編みの最後を編みます。立ち上がりの鎖編みを1目編んだら6段目は増やし目、12目細編み、減らし目の順番で編んでいきます。こんな感じで両端の増やし目と減らし目を変えながら2段ずつ色を変えて21段目まで編んでいきます。最後の増やし目を編み終わったところです。こんな形になると思います。この毛糸でこう輪っかになるように縫い付けるのでちょっと長めに糸を切って輪を引き抜きます。です。途中でちょっと糸を変えたのでちょっと裏がモサモサとなっています。とじ針に糸を通して両端をこんな感じで巻いて1目ずつ縫い付けていきます。の緑色の
青色の最初の1段目の15目と最後の21段目の15目を1目ずつ縫い合わせていきます。15目縫い付けられたところです。この一番最初の編み始めの糸と縛って取れないようにしておきます。編み地を裏返して裏の適当な 3,4 目ほど針を通して糸を中に入れます。これはやってもやらなくてもどっちでもいいと思います。邪魔なので中の方に入れておきます。ちょっともしかしたら1目縫い付けるときにずれたかもしれないです。ちょっと段差ができているので、まあ大丈夫です。そしたら19段目の青色の毛糸の編み終わりの毛糸が残っていると思うので、適当なところにかぎ針を通して鎖編みを一つしたら、この最後のなんていうんですかね、端っこの穴に針を入れて減らし目を全部ぐるっと一周編んでいきます。この減らし目で最後絞り止めをして、この空いている輪っかを塞ぐっていう感じです。いろいろやって試してみたんですが、この方法が一番綺麗に穴が塞ぎました。さっき縫い付けたところがちょっとどこに針を入れたらいいか難しいと思うんですが、最終的に穴が開かなければいいので適当に針を入れます。なんか最後1目余ったので、最後は普通の細編みにしました。1目目の頭に針を入れて糸を引き抜きます。ここは15センチほど短めに糸を切って輪を引き抜きます。とじ針に糸を通します。で、いつもだと手前の半目に針を入れていくんですが、今回は奥の半目に糸をすべて通していきます。そうすることで手前の半目がこう絞った時に残るので、そこに
両端のピラピラした部分を縫い付けていくっていう感じです。全部に糸を通したら糸をギュッと引っ張って穴を塞ぎます。ちょっと硬いかもしれないです。こんな感じでギュッと穴が縛れると思います。真ん中から針を通して後ろで糸を留めます。なんか近くの糸に結んでもいいし、玉結びをしてもいいです。玉結びの場合はちょっと穴が大きいので結構大きめに玉結びをするか、編み地の裏にちょっと糸を通してから玉結びをするといいと思います。ちょっとこの輪はちょっと広がっていく傾向にあります。で、次に手前の半目に長々編みを3つ入れていきます。最初作ったようにこの輪を作ったらなんていうか、最初の鎖編みを作った時のように輪を作ったらの手前の半目に針を入れて、その後この作った輪に針を入れて、この輪だけ糸をこうくぐらせて、これで鎖編みをしていきます。鎖編みを4つ作ります。たら長々編みなのでかぎ針に糸を2回引っ掛けて、で同じところに針を入れて2ループずつ糸を引き抜きます。これで1個です。次の目にも長々編みを3つずつ入れていきます。ぐるっと一周長々編みを3つずつ入れました。糸を15センチほど残して切って輪を引き抜きます。とじ針に糸を通して1目目の頭に手前から針を入れ、最後の目の奥の半目に針を入れて糸を引っ張ります。で、ひらひらの部分ができました。この毛糸はちょっと中に入れたんですけど、編み始めの時の糸端は入れなくてもいいかもしれないです。一応このとじ針を裏に通して2、3目ほど針を入れたら、さっきの編み始めの糸と結んで抜けないようにする方が簡単でした。今回はちょっと外に出して適当なところで糸を縛って中に入れています。反対側のひらひらを作った時は、この編み始めの青い毛糸と結んで抜けないようにしたんですけど、そっちの方が簡単でした。で、この輪がちょっと広がってくるので、こ
の残った毛糸でこう根元の部分を 3,4 回ほど結ん、往復して糸を引っ張りながら穴が開かないように縛っていきます。こんな感じ。糸を中側に入れて玉結びをしました。はい、ちょっと分かりにくかったらすいません。反対側も同じことしていきますね。ちょっと糸が抜けないように裏側に、裏側の編み地に糸をちょっと通しています。こんな感じです。では先ほどと同じように、この端っこに針を入れて減らし目を編んでいきます。今回は糸がつながっていないので、もう一度さっきのようにこう輪を作って適当なところに針を入れて、今作った輪をかぎ針に通してぎゅっと中に、中というかこっち側に通します。鎖編みを1目編んで減らし目を編んでいきます。綿も途中で入れておきます。結構パンパンに入れた方が可愛いかなと思います。くるっと一周減らし目を編んだので、奥の半目に糸を通して縛って絞り止めをします。中に針を入れて適当なところに出します。玉結びをして針を出したところにもう一度針を入れて玉を中に入れます。余分な糸は切っておいてください。で、先ほどと同じように、長々編みをこの手前の半目に入れて3つずつ入れたところです。短めに糸を切って編み端の毛糸をとじ針に通します。1目めの頭に針を入れて手前から針を通して最後の目の奥の半目に針を通します。適当に糸を
下側に通して糸が引っ張られないように編み始めの毛糸で編み始めの毛糸同士で縛って留めておきます。反対側のひらひらのところよりこっちの方が簡単かなと思います。で、編み始めの毛糸はちょっと邪魔なのでとじ針に通して、編み地の中の方に入れます。この穴は閉じちゃうので玉結びをしなくても出てくることはないと思います。ちょっと短くてやりづらいですが、最初にこう針を刺して針穴に糸を通して入れるとやりやすいかなと思います。もう一度編み終わりの毛糸にとじ針を通しての穴がどうしても開いてきちゃうので、そこをこう縛って綿が出てこないようにしていきます。の根元の部分に針を通して3、4箇所ほどこんな感じでこう糸をギュッと縛りながら綿が出てこないように穴を塞いでいきます。穴が塞がったら適当な1目というか糸1本に針を通して抜けないようにとか緩まないように糸を縛ります。根元の部分から適当な場所に針を通して玉結びをします。針を出したところにもう一度針を入れて引っ張って玉を中に入れます。適当に編み地を突き刺して糸を中に入れて余分な毛糸を切ったら終了です。完成です。ちょっとこの部分が真ん中の部分が長細く感じる人は最初15目じゃなくて12目で編んでみるともうちょっとまん丸になるかなと思います。ぜひ作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。